どうも皆さんこんにちは、しずくです。今日は肉まんを紹介していきたいと思います。それがこちらです。こういうピー肉まん、ピー肉まんをいただきました。はい、ピー肉って書いてある。ピー肉でもピーマンじゃないよね。ピーマンじゃない。オイシックスのプラントベースのお肉です。あ、お肉じゃないんだ。植物性って書いてある。うん、温め、スタート。でで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 。温め、終了。暑いから気をつけてね。はい、ということで余計なこと言っちゃったからもう帰って思わずやっちゃった悪いところだよはい、温め終了。はい、ということでできました。冷めました。冷めてはないかなこんな感じです。肉まんがこんな感じで、餃子は餃子がこんな感じです。こんな感じ。いただきます。うん、うん、おいしい。外がもちもち、お餅みたい。すごいね、ジューシーだね。うん、ジューシー。何の油だろうこれ。うん、トウモロコシか。シューの中身こんな感じ。おいしい。おいしい。うん、なんか食べてみる。わーお。うますぎやろかい。そうなの。大丈夫。かなりうまい。ピー肉まん、ピー肉まん、ピー肉まんが冷めたのでピー肉もいただきます。なんか普通の肉まんっぽいすごいね、普通の肉まんなんだ肉入ってないけど。うん、僕もいただきますよ。本当だ、肉って感じ。わかんない、言われなかったら。うん、うん、ネギ入ってる。うん、もう食べてる。グーおいしい。うん、大変だから終わった。年受給の話していい？いいよ。ちょっと後で八話なりばをやるんですけど、一番なりばはちょっと簡単すぎてやばいんで。本当に簡単なの？うん、進んでいくだけなんだよね。うん、そうなの本当に。うん、間違いとかないの？間違いはさ、ドアの異変とか、でもドアの異変とか異変があっても引き返してはダメ。あ、そうなの？それはさ、静がただクリアした動画を見ただけじゃないの？
本当は間違いがあって失敗するんだけど、みんなでもさ、シューズはたまたまクリアしたの。8番乗り場はさ、数字とかないじゃん。あ、そうなの。だからじゃあ次の日みたいな感じ。うん、次の日みたいな感じでただ歩いていくだけ。あ、そうなの。じゃあつまんなくない。オーマイガー、誰がやってるやつ見た？ヒカキン？いや、8番乗り場にはヒカキン出てくるからね。ヒカキンがヒカキンをやってるわけじゃない。ヒカキンが出てくるの？ゲームの中に。うん。電車の中に座ってるってこと？座ってはいない。開けてくださいとかさ、ドア鍵閉められてる。本当なのそれ？うん。ヒカキンがそうやって加工したんじゃないの？編集したんじゃなくて。そう、加工した。加工したの？じゃあ出てこないよ、スイッチ版買っても。うん、パソコン版だったら出てくる。いや、一緒一緒、多分。本当出てくる。え、コラボしてるってこと？じゃあ、ゲームでコラボってやばくない？やばいね、いいね。うん、シューズゲーム作ればいいじゃん、大人になったら。うん、中学生になったら小学生でもできるかもね、もしかしたら。シューズバトル系のねゲーム作りたい。バトル系。パパも小学校の時シューティング系の作ったことあるよ。小学生でゲーム作れるんだ。めっちゃしょぼいやつだよ。楽しかった？うん、楽しかったけど今やっても何にも面白くないと思う。シーズだったら5秒でやめると思うよ。最高。筋肉も最高すぎて止まんない。あなたも食べる？ダメの皆さんも食べますか？やめなさい、食べかけを。食べかけじゃない、食べかけだよ。いろいろ半分こしたね。半分こしたやつも食べかけて言うから。ググ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 グ。あのさ、2歳か1歳か3歳の時さ、肉まん食べてる動画あったじゃん。うん、それでさ、めっちゃブクブク食べてたよね。そうだっけ？一個食べちゃったんだっけ？うん、肉まんは食べてたね、昔から。確かに。うん、2歳って食べたっけ？ 1 歳。へー、動画？うん、動画。2歳かな。人生ではうん50個ぐらい食べてるかな。今の合わせたら51個。はい、今日はいろんな肉まんとか餃子を食べてみたんですけど、結果発表。結果発表お願いしますって言って。結果発表お願いします。はい、一番美味しかった結果は、ドゥルル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 もしこのピー肉まんとこの2種類の餃子が食べたかった、食べたいなって思った方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。コメントがうまいね。